立山市須野崎県の最西端にあたるこの地域は独特の神秘的な自然環境を形作っている。千年余りの間人の手が触れたことのないみたらし山、この鬱蒼たる森の中に須野崎神社がある。神社の祭礼は毎年2月の初馬と8月の例祭に行われるが、この時須野崎踊りという踊りが奉納されている。今日は8月の例祭日。この例祭は前時祭から始まり、須野崎踊りの奉納、神輿のお浜でと続く3日間にわたるお祭りである。須野崎踊りについて郷土史研究家の君塚文夫さんに伺ってみました。須野崎踊りは茨城県の鹿島神宮を中心に広まった鹿島信仰から来てるわけなんですね。で、鹿島神宮の主祭神は武見和の御事で、武神軍神として一般に今崇められているわけですが、この神様の力を借りて 悪霊を払う信仰に発展していったのが俗にこの鹿島信仰と言われているわけです。そしてここに行われている須野崎踊りは、その構成は弥勒踊りと鹿島踊りからなっております。そして弥勒踊りというのはこの地域では弥勒踊りとこう呼ばれてますね。要するに神様に奉納するので神の子になって踊るというこの土地の人々の心持ちがその言葉に表れていると思われます。で、また一方あの鹿島踊りの方は寛永の頃に疫病が流行したので、その時疫病神を退散するための踊りをしたのが、鹿島踊りの始めだと言われているんです。で、その須野崎踊りもその流れを汲んで悪霊を払い将来の幸福を願う、こういう意味から踊りが奉納されたというふうに言われております。須野崎踊りは以前成人した男たちだけで踊られていたが、明治の中頃から女性が代わりを務めるようになった。現在では6歳から12歳までの少女たちによって須野崎踊りが行われている。踊りが少女たちだけに限られているのは汚れを知らない清らかさが尊重されているからだという。少女たちの家には須野崎踊りに使うおんべが飾られている。
揃いの浴衣に帯、白足袋に草履、手におんべを持った少女たちは神社に向かう。須の崎踊りはまず弥勒踊りから始まる。太鼓が三つ打たれると音頭取りの歌となり踊りへと続く。まあ、最初に踊られるのは弥勒踊りなんですが、その歌詞の一番最初にですね、弥勒の船が着いたというふうに歌われるわけですけども、これはあの仏教から来た弥勒菩薩の信仰、まあ、弥勒浄土への憧れがその言葉の中に伺われるわけですね。そしてこの須の崎踊りっていうのは鹿島信仰とともにこの弥勒来参の心が同居していると、こう考えられるわけです。弥勒踊りの歌詞は現在音頭取りが全て歌っているが、以前は踊り手と掛け合いの形で行っていたという。音頭取りと踊り手の掛け合う昔の形を再現してみよう。
弥勒踊りが終わると少女たちは持っていたおんべを置き鹿島踊りが始まる。少女たちは左手で袖を取り、右手に持った扇子を弧を描くようにゆっくりと動かす。弥勒踊りのように回らず、その位置のままで踊るのである。鹿島踊りは現在、千葉県をはじめ茨城県、神奈川県、静岡県などで踊られているようです。ですからこの鹿島踊りの、流布地点を見ますというと太平洋岸の海岸という共通点があるわけですね。そしてこれらの土地では鹿島踊りは弥勒踊りとも言われて、この弥勒踊りの名で行われているものは主としてこの老婆たちの踊るものが多いんですね。まあ鹿島あたりではそのようなふうに言われております。そしてこの弥勒踊りと鹿島踊りがはっきりと区別して残っているのはこの洲崎だけだと、こういうふうに言われているわけです。